はい、皆さん、動画の発信がですねちょっと遅くなってしまい申し訳ありません。今日はですね、先日、予告としてご紹介したですね、ケニア産特集の中からですね、まずは1個ですねご紹介していこうと思います。この5個をまとめてご紹介するとなるとちょっとまだ時間かかりそうだったので、これから5回に分けてですねこの特集ご紹介していけたらと思って、まずはこちらからいきたいと思います。はい、このグループの中でも一番大きいですね、14.87 キャラの、日独宝石研究所のですね、特別レポートまでお付けした、なんとも個性的なですね、非加熱サファイアになりますけれども、まあ本当この特別レポートをですね作ってもらって、内容を読んでみると本当に面白い、興味深いことがいろいろ書かれてますので、まあ簡単に今ご説明するとですね、まあこちらのサファイアに関してはですね、ケニアとは断定までは言ってないんですけれども、ケニア、タンザニアの東アフリカ産のものに近いことが確認されましたとなってます。東アフリカではですね約1960年代にケニアとタンザニアの国境に沿って流れるあの有名な運河渓谷ですね、そこからですねサファイアが発見されて以降、代表的なあのモロゴロやウィンザーですね、そういった数々のベビーサファイア、コランダムが取れる鉱山が発見されたというのが歴史なんですけれども、まあ、この地域のルビーサファイアに関してはですね、このレポートにも書かれてますけど、約6億4000万年前の、アフリカ大陸とあの南アフリカ大陸が分離したあのブラジル造山運動ですね、その活発な、地質活動によるですね、温度や圧力によって生成された結晶のものになるので、非常にこういう明瞭な色の分かれ方というのがこの地域の特徴な、サファイアの特徴になる、なりますね。はい、ちなみにですけどミャンマー、まあ、ビルマルビーサファイアですね、それらがだいたい3500万年前、もっと古いのでスリランカやマダガスカルで5億年前ぐらいと言われているので、本当に今回のサファイアはですね それらのサファイアよりはるかに古いものであるということが、この特別レポートには書かれてますけども、まあ、そういったことを読むとですね本当に興味深いものというか、地球が作ったものの凄さというかですね、まあ、ある意味ロマン的なことまでこう巡ってくるんですけども、頭の中で、まあ、そのように面白い、サファイアになりますので、ぜひともこのレポートを読みながらですね手に取ってこう感じていただけたいなっていうのはありますけれども、はい、でこちらは、社長作品ですね、社長ことデンちゃんとですね、その奥さんが仕上げてくれたサファイアになります。デンちゃん、そうですね、カボチョン専門の当店のカボチョン専門のカッターになりますけれども、まあ、全面これ磨いてあります。表面もツルツル、側面もピカピカ、裏面もツルツルになってますので、本当、いい感じになってる14キャラですので、はい、でこのようにペンライト、下からこう当ててみましたけども、本当に黄色とブルーのねこのはっきりとした違い、分かると思いますので、いろんな光源でもこういう風に光に透かしたりかざしたりして楽しんでいただけたらと思います。はい、ちなみにこの黄色はマグネシウムによって発色する、青はチタンによって発色するということで、まあ、今回のサファイア、バイカラーサファイアですけども、まあマグネシウムの方が多いという感じですよね。このチタンとマグネシウムの濃度が違いがあることによってこのように、はっきりと色が分かれるというですね、バイカラーサファイア特有の面白さも、潜んでますので、ぜひですねこの辺をお手元で楽しんでいただけたらと思います。はい、まあ、ここからですねこのケニア産サファイア特集、一個ずつご紹介していこうと思ってますので、ぜひ楽しみに、次もご覧いただけたらと思います。まあ、どれも本当に個性豊かなものばっかりですので、やっぱり5個まとめて6個まとめてとなるとですね時間かかってしまうので、一個ずつ
ご紹介していきたいと思ってます。はい、それではですね、あ、ちなみにこのサファイアは通常うちがソーティングをいつもつけてるタイの EGL の方のソーティングもついてます。そちらではケニア産ということに、ソーティングがなってますので、この鑑別書と一緒にこちらのソーティングも お付けしてお届けしたいと思ってますので、はい、ぜひ、ご覧になっていただけたらと思います。はい、ではまたですね、次の動画ができたらご紹介していきたいと思いますので楽しみにお待ちください。まあ、この予告でお伝えした、ものの中で赤の特集もありますので、順番がバラバラになるかもしれませんけど、いろんなものをですね一個ずつまたご紹介していきたいと思ってます。はい、楽しみにお待ちください。それではよろしくお願いします。以上です。